岩村和夫岩村和夫は日本の絵本作家。代表作に十四匹の引っ越しなどの十四匹のシリーズ。東京と生まれ、六人兄弟で育ち、五歳の頃に秋田県に兄と二人で祖父母の家に疎開。戦後東京で八畳一軒の家で八人暮らしをした。東京芸術大学工芸科卒。1975年三十六歳の時に 栃木県羽賀郡増子町に移り住み、畑を耕しながら創作活動を続ける。1983年に出版された14匹の引っ越し、14匹の朝ごはんで14匹のネズミの3世代家族が豊かな自然を背景に引っ越しや食料調達、料理に力を合わせて楽しく暮らす様子を大きな見開き紙面にいっぱいに描いた。 引っ越しは2008年までに累計92万冊、朝ごはんは同じく101万冊を売り上げ、後続のシリーズを含めロングセラーとなった。子供のための哲学入門を絵本で作った考えるカエル君など、擬人化した動物を主人公として描く作品が多い。1998年、栃木県那須郡馬頭町に岩村和夫絵本の丘美術館を開設し、 館長を務める。長男は岩村和夫絵本の丘美術館、ミュージアムショップ責任者の岩村孝一郎。次男は陶芸作家の岩村義慶。ありがとうございます。